よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご飯行かない？海くん、それってもともと店も予約してたんだ。結構いい店でさ、予約もなかなか取れないし、キャンセルするのももったいないかと思って。でも私今夜は予定が。なんか会員限定みたいなところでさ、出してくれるスペアリブとワインが絶品らしくて、有名な役者さんたちもよく来るらしいし、舞台の感想の続きでも聞けたらなって。その本当にごめんね。今日はその大切な日で、今までもずっとこの日のために、今こうしてる間も私のために頑張ってくれてて、だからせっかくだけどもう行かなきゃ。好きなの？好きなの？その彼のこと。え？千鶴ちゃんの好きな人なの？やば。ちょっと別れ話とか？ウケる。何言ってるの、やめてよ。彼はただの同じ大学の人で、確かに一緒にいる時間は増えてるけど、それはあくまで映画を作ってもらってるからで。好きみたい。え？好きみたいだよ、千鶴ちゃんを見てると。一時期は何をするにも落ち込んでいたのに、今考えればきっと映画を作り出したあたりから元気を取り戻したみたいに。おばあちゃんの具合がいいのかなと思ってた。でも前向きになれたからだったんだね。好きなの？その彼のこと。やってやる！何があっても！好きじゃない。でも好きじゃなくもない。ごめん、もう行かなきゃ。